新鶴見機関区とは、神奈川県川崎市幸区の新鶴見信号条項内にある日本貨物鉄道の車両基地、乗務員基地である。管轄下に本機関区の文書であり、運転士が所属する交付派室がある。かつては、東京都八王子市に八王子派室があったが、2008年に交付派室と統合、廃止された。また、2001年に、 川崎機関区を統合して、川崎発出としていたが、2016年に本区に統合し、廃止された。新から新鶴見を意味する、新から構成される。新の、船札は本来あたり機関区の所属を示すものであるが、東日本旅客鉄道ニ一ツ運輸区所属の機関車、C57 型1 8号機にも、同様の船札が使用された。 原則電気機関車のみが配置され、関東地方の幹線を中心に高速貨物、列車などの経引にあたる。2021年3月現在の配置車両は以下の通り。新鶴見機関区川崎発出とは過去に神奈川県川崎市川崎区の東海道本線貨物支線川崎貨物駅構内に設けられていた新鶴見機関区管轄の車両基地である。 業務の一部を神奈川臨海鉄道に委託していた。2016年3月31日付で廃止となり、ディーゼル機関車の研修業務は本区に統合された。略号は新であった。なお、川崎機関区時代は川であった。ディーゼル機関車が配置され、主に関東地方の貨物駅で貨車の入れ替え作業などを行っていた。 新鶴見機関区交付派室とは、山梨県甲府市にある新鶴見機関区管轄の乗務員基地である。昭和41年7月の交付機関区。当時まだ、交付異性が未電化で、電気機関車と蒸気機関車の付け替えを行っていた。かつては同所に交付機関区があり、中央本線の全面電化前は、同区で電気機関車と蒸気機関車の交換を行っていた。 全面連覇後も、笹子峠等の勾配対策や身延専用に EF64 型が配備されていたが、国鉄末期の合理化や駅周辺整備のため1984年に、興奮天空に組織の改変が行われ、同時に貨物駅も竜王駅に集約されている。1985年3月改正により、身延専用として残っていた。 EF6456.57 の配置もなくなった。その後、新鶴見機関区に吸収され、同派室のみが残された。機関区の線路は1990年頃に撤去され、甲府駅北口にある当時の機関区事務所が東日本旅客鉄道甲府総合事務所として唯一当時の名残を残していたが、再開発に絡みその後総合事務所は移転し、 帰還区時代からの建物は閉鎖、解体された。交付帰還区時代に配置されていた機関車運転士、見習い他の訓練者として使用されている。長らく現地に保存されていたものの2015年11月29日に、搬出されている。校内に生体保存されていたが、屋根がなかったことから、ひどく色褪せ車体は朽ちてしまっていた。2007年末に解体された。 蒸気ので11系の隣に生体保存されていた。機関車本体に加え、ラッセルヘッドが一端と、二端頭ともに装着されていた。やはり屋根もなく、風雨にさらされていたために、ひどく色あせ車体は朽ちてしまっていた。2007年末に、で11型とともに解体された。ありがとうございます。